はいじゃあ今回はこちらの方ですね。まあ、なんか養生テープのようなものがたくさん貼ってありますが、まあ車、これトヨタの86ですよね。まあスポッカーと言われるようなタイプになりますけれども、まあいろいろとね、ホイールとかを変えてあったりするのかなと思います。まあこんな感じ。まあ非常にボンネットがめくれ上がるような状況になっておりますよね。そしてこちら側の方にバイクがあります。 まあ、いわゆるバイクとぶつかった。で、バイク前の方大丈夫、横も大丈夫。どうしてこんな風になってるかというと、まあ、いわゆるバイクの後ろ、こんな感じ。だから、この86が後ろから突っ込んだという状況、いわゆる追突をしたというような事故なんですけれども、まあ、単純な追突という状況ではなく、この車、飲酒運転という状況、さらには引き逃げという状況も加わっているということなんですよね。 まあ本当にこういう人っていうのはまあなくならないですよね。自分は大丈夫という感覚で常に運転をしているのではないかなと思いますけれども。この事故というのは、まあこちらですよね。酒で正常な判断ができなかったと自分が言っている。引き逃げの疑いで21歳の男を逮捕、名古屋ミドリックの子ですね。逮捕されたのは愛知県北名古屋市の会社員21歳の男。 警察や消防によると容疑者は21日の午前3時半過ぎ、これ3連休の初日ですよね。緑区大高町の信号交差点で酒を飲んだ状態で乗用車を運転し、原付バイクに乗っていた78歳の男性をはね、そのまま逃げた疑いが持たれているとで。男性は頭を強く打って現在病院で治療中というようなことなんですよね。で、容疑者は間違いありません。と。 逃げた理由については酒で正常な判断ができなかったと説明。で、原付きバイクの男性は新聞配達中だったというようなことなんですよね。で、別記事を見ると、まあ、こちらの方ですね。容疑者の方のアルコールは基準値を超えるアルコールが検出をされていて、で、飲酒で正当な判断ができなかったと言っていると。そして、こちら。こちらの方というのは、逃走後、自ら警察に通報したということで、 まあその時に、だから正当な判断。まあこちら正常な判断と書いてあります。まあ正当な判断。まあちょっとこの正当なっていうのはちょっと正しくないのかなって感じですが。まあ正常な判断ができなくて、離れた後にまあ振り返って逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだ。というようなことで自ら警察に通報したのかなと。まあ若干まだ自分の両親が残ってたのかなと。だからここの部分で自分が通報したということで午前3時40分ということですよね。 だから、自ら通報してなかったら、この男性、まだね、命は助かってる状況なので、まあ、命も助かってなかった可能性はあると。まあ、少しだけ、まあ、やったこととしては、まあ、ちゃんとやったのかな、ということですよね。まあ、全体の少しということですよね。だから、飲酒運転で、まあ、ぶつかったという状況なんですが、まあ、ぶつかり方を見ると、まあ、ちょっとかなり激しいですよね。ここのね、道路というのは、こちらになります。まあ、ここ。 片側一車線で路肩ほぼなしという状況ですね。こちら側左側の方というのは、まあ路側帯もほぼなしという状況。反対側の方には歩道があるんですが、その先になると歩道もなくなる。で、電柱があるのでちょっと走りにくいんですよね。電柱もあるので歩きにくい。自転車も非常に危ないという状況で、まあここの道まっすぐなんですが、かなり怖いんですね。正直な話。 だからそこを向こう側から走ってきたようなんですよね。向こうからずーっと走ってきて、ぶつけたのはおそらくこの交差点内ではないかなと。交差点内で後ろから原付きをポンと跳ねて、原付きはここのとこにキャラバンが止まってますが、おそらくこの辺の方に飛ばされていってるということなんですよね。 で、そのまま86の方向こうの方に逃げたみたいな感じなんですが、まあ、どこまで逃げたかはわかりません。だからどこかで止まって、まあ、警察に通報したというような状況。まあ、車を見ればこれで逃げ切れるわけがないですよね。だって前見えないもんっていう状況で、今これテープを止めてるからこの状態ですが、 これテープ止めてなかったらもう完全にガラ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 なってて、これで逃げ切れるわけがなく、北名古屋というところに住んでいるのに、まあ大高というところは、まあ北と南でも本当にかなり距離があるんですよね。これで家まで帰れるわけがないので、まあ諦めたっていうのが、まあ正直なところなのかなと思います。で、ここの道路というのは制限速度の方は40キロになっております。だから40キロで走っていればあのようなぶつかり方はしないと。 まあ明らかに速度超過は相当あったんではないかなと思います。速度超過で飲酒運転で追突事故を起こしたというふうになると、飲酒運転の速度超過というのは点数がですね、かなり高くなります。その点数という部分に関しては、こちらなんですよね。 ま、最高速度ということで、道路交通法の22条に書かれています。道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度。その他の道路においては制定で定める最高速度を超える速度で進行してはならないとなっております。まあ、これがね、ルールが変わる形になります。標識がない場合は現在60キロになりますが、これがですね、中央線がないような道路と言われるものに関しては、標識がない場合は30キロというような状況になってきます。まあ、今の状況だと60キロまで出せるんです。 ですよね。だからまあそういう住宅街とかでね、スピード出してても捕まることがないというのが今のルールになります。で、今回は飲酒運転という状況とおそらく速度超過はあると。ここの部分を見ていただくと赤字になっている部分ですよね。主機帯び運転という状況の0.25未満。0.15から0.25未満ですよね。で、0.25以上という部分に関しては、 まあ、ここの部分の、こちら、点数ありますよね。これは通常の速度超過の点数になります。それが、主記帯をしている状態で速度超過をすると、この点数になるんですよね。これがですね、速度が25キロ以上超過、一般道で。で30キロ未満という状況になると、通常は3点なんですが、主記帯の場合は15点という状況。0.25の場合は15点。だけどね、これ点数ちょっとね、下がるんですよね。 通常の場合の飲酒運転、酒気帯び運転の点数というのは、 こちらですよね。0.25以上の場合は25点。0.25未満は13点なんですよね。だから0.25未満は13点で、そしてこちらの方の25キロ以上30キロ未満は3点なので足すと16点なんですが、足すと15点、なぜかね、1割引されてるという、まあ、ちょっとまか不思議なんですよね。これ割引じゃなくて割増しじゃないかなと思うんですよね。 主機呼びで速度超過なんて言ったら、も、ま、う、あ、本当にやってることはもう本当に犯罪のようなものになるわけですよね。だからまあこの状態をまあ1.5倍にしてもいいような気がするんですが、まあなぜかこれ割り引かれております。こちらもそうですよね。6点ですよね。6点で13点ですよね。6点と13点を足すと、19点なのに3点も割り引いてくれるんですよね。おかしいですよね。 まあ、二つの違反行為をしていると割引ますよ。まあ、そんな道路交通法どうなんですかというふうに皆さんも思っといてください。飲酒運転は皆さん思う通り、まあ、故意だよって言ってるにもかかわらず、そして速度超過も故意だって言ってるにもかかわらず、二つ同時にやると割引になりますよ。というね、ちょっと不思議。だからこの50キロ以上の速度超過っていうのは、12点と13点足すと25点。 25点なのに19点で済むっていうことなんですよね。すごく割り引いてくれますよね。まあ、ここはおかしなルールじゃないかなと個人的には思います。で、今回ね、引き逃げをしているという状況になります。まあ、引き逃げはこちらですよね。交通事故の場合の措置72条交通事故があった時は交通事故にかかる車両との運転者というのは直ちに車両との運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止すると必要な措置を講じなさいね。 ただちにというのがあるので、まあ、今回のように、まあ、一回逃走してから警察に通報するというのは、これ、ただちにという状況にはなりません。だから今回のケースというのはこういうふうにしていますが、まあ、こちらの方の泥骨七72条の第1項の前段の部分はやってない。いわゆる救護義務違反という状況は間違いないということになります。そうなると、行政処分はどうなるかというと、まあ、こちらの方ですよね。 安全運転義務違反だと2点。速度超過、飲酒運転なら14点から25点。そして救護義務違反、引き逃げという状況なら35点ということ。まあ一番点数が高いのはまあこちらなので、まあ35点。まあ35点という状況で、 まあ男性の方が渋体になってしまっております。もっぱらの不注意は86側という状況なので、まあ13点、35点と13点を足すと48点、48点ということは免許は取り消し5年ですよというようなことになるんですよね。だからまあここの部分、まあこれをやってしまうとね、もうこの時点でまあ免許は取り消されるんですよね。いわゆる逃げた時点で免許は取り消し。飲酒運転だけだと0.25とかだと ま、ギリギリ、13点なので、15点から免許取り消しになりますので、だからま、ギリギリセーフという状況なんですが、ま、それが、ま、加わって速度超過の飲酒運転ということになってくると、ま、ほんのちょっとの速度超過。ま、この辺ですよね。20キロ未満というふうだと14点。20キロ以上の25キロ未満でも14点。 だけど、まあ、ここの部分を超えてくると、ここからは免許は取り消されるという状況になりますので。だから、まあ、飲酒運転で速度超過してる時点で、まあ、ほぼ免許は取り消しです。これ、事故してる、してない、関係ないですからね。だから、飲酒運転で暴走して、まあ、速度の部分で白バイとか、あとはですね、覆面とかに捕まりました、イコール、まあ、その時点で免許は取り消しだと思ってください。 ま、どちらにしてもね、あの、飲酒運転してる時点でおかしな話なんですけれども、ま、不加点数というものがこのようにありますので、被害者の怪我の度合いを小さくするような事故というふうなのは心がける必要があります。だから自分が普通に運転をしていても、まあ、事故にあってしまう可能性はあるので、まあ、常にこの負加点数を小さくすると。 まあこの継承という状況になると、まあ、自分が悪くても3点。相手が悪かったら2点ということなんですよね。だから自分がちゃんとしている場合は、こちらの右の欄になってくるんですよね。で、自分が悪い場合は左の欄という状況になりますので。 まあ9点、ここですよね。相手方が渋滞になっている。前置が3ヶ月以上、恋障害が残るような状況。まあそういう状況で相手が悪い場合は9点なんですよね。だから今9点という状況と安全運転義務違反は11点。この場合は免許は取り消されません。だけど相手が亡くなってしまう状況になる。その場合というのは、 相手が悪いっていう状況でも13点。それで自分が安全運転義務違反2点。そうすると15点。相手が亡くなった時点で自分が悪くなくても免許取り消しになる可能性は十分ありますので。だからなるべくこのね、度合いを小さくするような運転に心がけていただくといいかなと思います。で、今回のような事故。まあ、過失割合ですよね。まあ、過失割合どうなるかっていうと、まあ、こんな感じになるかなと思います。まあ、過失割合、追突という状況になるんですが、 で、これ、追突された方の単車側にも加出つくのとかっていうふうに思うと思うんですが、これがですね、普通に走ってる道橋でドンとぶつかるという基準はなくて、この場合というのは道路交通法の24条の違反が、まあ、単車側にある場合、24条の違反というのは急ブレーキの禁止というものなんですよね。だからむやみに急ブレーキはかけていけないよっていうのがルールとして24条があります。だからこのような形で、 まあ前でね、後ろ鬱陶しいなって言って、キュッとブレーキかけて、どんどん追突になりました。とかっていうふうになると、こういう割合になってくる。ということなんですよね。で、まあこういう状況があり、そして、単車が追突をされた側の方というのが、例えばブレーキ灯が故障してる。だからストップランプがついてないとかね。あとは幹線道路上で、車線上でバイク止まってるとかね。そういう状態になると、自分側の方ね、過失がつきます。 だからこのような形で自分側の方が24条の違反を行為をし、直進の車が追突をし、ブレーキ、制動灯が故障していて、さらに幹線道路上で前で止まったっていう風になると、こちら50になるわけですよね。そうすると直進の自動車側も50ってなると、まあゴ分5分という状況にはなる可能性はあります。あと住宅街、商店街とかだと車側の方がもうちょっと注意して走らなダメでしょっていうことでプラス5。 で、その直進をしていた車側というのが速度が15キロ以上強化している場合はプラス10。で、追突車の 1UC 前方不中止ならプラス10というような状況。だからまあ今回のケースというのはこの8-2ではなく下のところにちょっと書かれてるんですが。 追突事故の場合、基本的には非追突者には過失がない。だからバイク側の方には過失がなく、追突者の前方不注視、泥こそ70条、安全運転義務違反、車間距離不保持、路こその26条等の一方的過失によるものと考えられていると。だから赤信号や一時停止の規制に従って停止した車両や渋滞等の理由で停止していた車両に追突をした場合というのは、非追突者の基本の過失相殺率はゼロということになろうというふうに書いてあります。だからここの、 道路交通24条に違反して理由のない急ブレーキをかけたために事故が発生した場合のみを対象としているので、そういうことをする場合は2割ほど自分につきますよということなんですよね。だから通常普通に走っている安全運転をしている状態で、 まあ、後ろから暴走してくる車が追突をした。で、まあ、全車動いてるだろう。という状況になったとしても、まあ、正直防ぎようがないので、まあ、基本的には100、0という状況で考えてもらって問題ないと思いますし、まあ、今回のように速度超過はおそらく15キロ以上は普通にあっただろう。と。そして、一重視前方不注意。まあ、飲酒運転で前方不注意な状況なので、まあ、そうすると、ここの部分はあるだろうと。 こちらが前方を走っている車が安全運転をしていたんだけれども、まあ違反行為を少し取られると。1割とか取られたとしても、まあこの1割、1割の2割足されることによって、まあ結果的に全車動いていたとしても過失割合としては100、になるというようなことなんですよね。だからまあ追突は基本的に追突した側の方が悪いというようなこと。まあそこの部分は皆さんご存知の通りかなというふうには思います。 で、まあ今回ね、逮捕されている状況なんですけれども、逮捕理由としては危険運転致傷の疑いで逮捕されているという状況なんですよね。過失じゃないのかというところなんですけれども、おそらく、ただからこちらの方になるんですよね。自動車運転処罰法の第3条アルコールの影響により、 その走行中に正常な運転に支障が出る、生じる恐れがある状態で自動車を運転し、よってそのアルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させたものは12年以下の懲役に処し、人を死亡させたものは15年以下の懲役に処するというのがあります。まあ、今回ですね、渋滞の状況なので、人を負傷させたものは12年以下の懲役という状況。過失運転の場合は7年以下という状況になるんですよね。だからまあ、だいぶ違うんですけれども、 で、本人がこちらのような感じで言っている。酒の影響により正常な運転ができなかったということは、アルコールの影響で正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転し、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態に陥って、まあ、負傷をさせたというのを、まあ、自分で認めているような状況なので、まあ、おそらく、まあ、第3条じゃないかなと思います。だから、まあ、12年以下の懲役になると。 まあこの状態で危険運転ということで、まあおそらくこれは裁判になるような気がするんですけれども、まあこれで執行猶予がつくかどうか、まあ本人がですね、自分で電話をかけたという状況もあったりしますので、そこでまあ謝罪をして、まあ賠償もちゃんとされるという状況であれば、まあ執行猶予がつく可能性はありますけれども、まあね、どっちにしてもね、飲酒運転するというのがね、まあ許せないですよね。 まあ飲酒運転今の世の中、まあ昔はね、すごく多かったんですが、まあ今の時代、まあ正直それはないかなというような気がします。自分は大丈夫という感覚で皆さん運転をしているので、もう老若男女、もうみんな一緒です。 だからもう全然関係がないので、まあ今ね、飲酒運転をされてる方、いつ自分が何時こういう風になるかわかりません。自分は大丈夫ということは100%ないので、まあ今からでも間に合いますので、まあ飲酒運転はやめましょうというようなことになります。最後まで動画をご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。